はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。レテリエス実況ペパート14です。さて、ハンギルの滝についてなので、今回続きいきます。イベントがちょっと結構入るので、セリファ読んでいきます。さあ、さっきあった分かれ道です。この先に確か、父さん母さん疲れてんでしょう、たまには休まないと。コール、私たちの時間は皆のために必要なんだ。もう竜族も少なくなった、残ったら私たちが頼りなんだよ。でも心配ないわ、私たちは竜族だもん。ちょっとやそっとじゃ倒れないわ。どうしたの、コール君、顔色が悪いのに見える。何でもない、少し嫌な顔を思い出しただけだ。そっか、そういえばアグバ鉱山の調査をしてた知り合いから昨日連絡があったよ。山の雪が緩くなっているみたいだから、今日もし天気が良かったら呪いが起きてグリーンリエースも見られるかもしれない。空を見上げてくれ。グリーンリエースはハンの気持ちを見せてくる。それを見たらきっとフォーム少しは軽くないだろう。おお、どっちもグリーンリエースだ。こんな感じなんだった。そういうのもフォームがあるように、俺にもフォームがかかっているそうだ。すぐ不機嫌な時、灰色の雲が広げるように、人身を隠す雲が気分の晴れな時が現れるんだ。その雲は君と光とを遮ってグリーンリエースを見えなくしてしまっている。ほんで少しでいいか、ここの雲に隙間を作ったよな。きっと緑の解放に君は新しい感じをさせるから。大層な言葉だな。まあ最近読んだ本の受け入れだがね。俺に吹き続けている君、いつかはどこにいられるか。春が来たら必ず来るよ。ヒーロー博士、俺はあんたと初めて話したが、なんだかあんたは憎めない気がする。ヒーロー博士、俺、滝が緑色に光った。博士、滝が、おお、これは噂は本当だったのか。個人のなぜ滝の中か、川はここから始まっているのに、助けなければ。さあ、彼が後のストーリーのキーキャラクターで、お、そうだ、その前にあったんだって。くそ、こんな時にさあ、戦闘ですね。丸ジャケ、すいません、普通に行く。それで行ってもいい気がするんだけど、いくら、ちょっと様子扱いなんだけど、止まるかと思ったらリブラガっぽいせいであんまり止まらなかったな。焼きたくマジックシールは、い、いいでしょう。なんなんだこの子は。ぜひ発音についた、はい、やっと追いついた。おう、助かったかね、その子は。ああ、だからどうも不思議でならない。まず源泉のある滝の中から。そんなことより、その子をどこか温められるようなところへ運んだ方がいいだろう。この近くに小さな小屋がある。そこへ運ぼう。ここで少しは高いだろう。こんなところに小屋があったと知らなかったな。仕事の時に見つけたのかい。いや、ここに住んでいたんだ。毎年この窓からグリーンリエースを見ていた。そりゃあ
雲窓積んでいるだろう。外の景色がよく見えないよな、これじゃ。父さんもこうしちまった。くすんだグリーンリリースも毎年見ていたわけか。いや、外に出ては見えたさ。ただ、親はそれを好ましく思わなかった。そんな両親が過労で死んだとき、俺には分かったんだ。両親は竜族だから、ラナやサングレイザーに頼られていたんだ。両親の疲れ果てるほど、それに応えた。信じてはいけないんだ。俺は竜なんだ。誰とも関わりたくない。アレックス君とは、父さんが死んだのが6年前、母さんはその3日後に。それから5年間、俺はずっとこの部屋に過ごし世界と関わらずにいた。季節の変化なんて、魚の数ぐらいしか分からなかった。そんな時にアレックスに出会った。同じ竜族だからあんな頼りない性格だけど、何も拒まないあいつが俺は好きだ。そっか。去年偶然あの滝の前で出会ってから俺たちは意気投合して、そのまま俺はあいつの会社に入った。嫌な奴らが俺のことはあまり知らないよ、そういうことだ。悲しいことしかこの子屋にはない。モト君。ねえ、過去なんて写真に入ってるだけで十分さ。悲しいことなど見ようとして忘れなさい。このセリフ、どっかで見た覚えがあるような気がするんですけど、ちょっと文言が違いますね。まあ、どこかで出てきたかは、探せばよくわかると思いますけど。守りたい今あるだろう。それを大切にした方がいい。私も忘れたい過去は山ほどある。たった一人の娘と妻がいた。しかし妻は死に、娘はどこにいるか分からない。私の守りたい今、その娘のことを考える時間なんで、せめて幸せでいてほしい。博士、今覚めたようだね。今というところまで分かった。俺が聞きたいのは、あとお前がどこから来たのかと、どうして滝から出てきたのか。あ、そっち、すいません、今読み損ねました。ここはストラスト大陸ハイゲルの森。ここは俺の巣だった。いや、それは俺が教えたことだ。俺はお前のことが聞きたい。僕はピーマン。それはもういい。そんなに思い出しちゃ何も言ってくれないよ。そうだな。俺はどうもこういうことになってて。さあ、ここで選択肢が出てくるんですけど、とりあえずうちは最初2つは選んだことがあるんですけど、どうしようかな。これしましょう。博士、あんたから聞いてくれないか。私でもいいのだが、私よりアレックス君の方が向いてないかい。人間も私よりは近いだろうし。そうだな、アレックスならうまく引き出してくれそうな。アレックスに任せてみよう。そうするかね。ピンは赤やったな。一緒にラナまで来るんだ。しないから。分かった。さあと、戦いに今時が動くするな。もういいや、ここは。もし何、あ、そうだ、アイテムがちょっとあるので、引き出してきましょう。話をさせた後で親元へ返しに行くつもりだ。ついでに滝から出てきた謎も聞きたい。
かった。私はその時の水のことをもっと調べたいから研究所へ戻ることにするよ。それじゃあね、ボール君、ピューマ君。さて、俺たちは事務所へ行くぞ。さあ、10分なのでちょっとカット入れましょうか。どうしようかな。じゃあもうよし決めた。パート15はここから収録します。じゃあちょっと戻ります。はい、てなわけでデッドリレース実況プレイは今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。